中年のタッキーです。今日仕事が終わってね、家に帰ってきたんですけどもね、家に着いたら、よいしょ、はい、またしてもね、視聴者様に、贈り物をいただきました。本当にありがとうございます。そんなわけでね、開封動画になっていきます。実はね、中身に入ってるのはまあ大体わかってるんですけども、とりあえず、どんなカメラが入っているか開封動画になります。それでは動画スタート。はい、それでは開封していきましょうか。ちょっとね、今回はすごいのが来ますよ。すごいのが今回もですね、よいしょ、はい、おー、箱入りかよ。これはフラッシュのようですね。まあフラッシュから開けていきましょうか。まあちょっと箱の中身はこんな感じです。こんな感じですね。もう1台カメラの種類分かっちゃいましたね。よいしょ。カメラスタンドの使用紙が実は悪いんですね。まあ、とりあえずちょっとあのフラッシュから、もったいぶってフラッシュからいきましょうか。よいしょ。どんどん老眼がひどくなって、もう困ってるんですけどね、これね。スピードライト。あ、ニコン純正の SB28 っていうね、スピードライトが入っております。これ、よ。横バウンスもいけるやつですね。さ、ありがとうございます。ちょっと、とりあえずここに置いてと。落としそう。これなんだ？あ、これレンズっぽいな。うわ。結構でかいレンズが入ってる。え？うわ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。これね、ほら、これね、あの反射式の望遠レンズですね。AF レフレックスか、500、ミノルタのね、反射式のレンズになります。 500mm。 これは嬉しいな。実は反射式使ったことないんですよ。これは楽しみですね。ミノルタのアルファシリーズに使うという形になりますね。それでこのカメラか。これデジタルですが、アルファ55って書いてますけど、中身アルファ55なんでしょうか。これ本当にいいの、これ。こんな、あの、未使用臭いアルファの、ストラップが入ってますね。で、CD に説明書のタグ。いいの、これもらっていいの。レンズキット。よいしょ。めちゃくちゃ丁寧に。そうだ、あのね、お名前言うの忘れてた。今回もね、高川様からいただいております。はい、これね、1870だ。1870、3.5 から 5.6 マクロ。いわゆる、あの、標準普及ズームですね。んで、はい。これ、ソニーの α55 が入っておりますが、やっぱソニーらしくバリアングルではないんだな、これね。よいしょ。いや、ありがとうございます。これは、あ、一応ミラーなんだね。ミラーだけど EVF なのかな、これ。ミラーだけど EVF みたいですね。よいしょ。ちょっと動作の方はまた後で。充電器はこれケーブル接続なのかな、ちょっと詳しくなくてすみません。デジタルはね、あの、デジタルはほとんど初心者に近いので。では次いきますよ。
このカメラなんだ？でかいぞ。ん？なんかでかいのが2つ入ってる。どっちから行こう？でかい一眼レフ。よいしょ。はい。出てきました。重たい。はい。ああ、もう説明するまでもないですね。F4 です。もう、多分この辺りで、オタッキーこの野郎みたいな感じで持ってる人たくさんいるんじゃないでしょうか。これ非常に状態のいい F4 ですね。これピカピカだな。スレとかへこみとか全然ないですね。いやー、一応ね、何割品という説明を聞いてます。なんだっけプログラムが全く安定しないとかなんとか、そういう話を聞いてるんですけど、プログラム使わなきゃいいんじゃんって話なんですよね。これちょっととりあえずね、F4 まず使い方が分かんないんですよ。使い方が分からないし、これなんだ？これは何か付属品みたいなのがついてる。あー、ええ、どういうこと？なるほど。これ MB21 ってなんか無知ですみません、これモータードライブかなんかですかね。バッテリーグリップかなんかですかね。縦グリだね。縦グリがついてるんだね。なるほど。いやー、これね、 F4 欲しかったんですけど、これ状態良すぎますよね。やばいっすね。やばい。はい。私がちょっと映ってますが。多分ね、この、全国のニコンファンの方が、この野郎って今思ってると思いますけど、こんないいものをいただきました。ありがとうございます。で、次が、なんかでっかいのがまた入ってるんですよ。これなんだ？でかいぞ。でも F4 よりはちょっと軽い。あ、これもちょっと言ってたかもしれない。はい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 。ミノルタのね、はい、アルファ807SI、が入っておりました。これね、これバッテリーグリップだのだかのモータードライブだか、オプション付きです。非常に状態がいいですね。で、グリップはね、なんかバラバラになったんで、針側をつけたって言うんですけど、まあ、超うまいんですけど、これむちゃくちゃ上手なんですけど、どういうこと？これはちょっと見習わなきゃいけないな。素晴らしい。綺麗に貼っておりますね。うん。まあ、これも非常に状態がいいです。もう呆れるほど状態がよろしい、カメラになりますね。これバッテリーはどうなるんだろうね。あ、もう入ってますね。これ充電式っぽい電池が入っています。ということは動作するのかな。電源の入れ方がわかんない。ミノルタはだいたいスライド、あ、やっぱり。うん。ですね。早速ちょっと。いただいた、これ室内で室内でちょっとこれは無謀かな。よっ、あ、電源入れてね。よっ、合うわけないよね500ミリの500ミリの反射レンズのピントが合うわけがございません。はい、中身は以上になりました。うわぁ、これ、ちょっとやばいですね、これね。とりあえずちょっと、アルファの方もレンズつけてみようかな。よっ。あ、電源入っちゃう。ん？あ、やっぱ EVF なんだね、これね、EVF なんだね。
うん、ぜひ使ってみようと思いますね。これは楽しみ。GPS 内蔵なんだ。α55 っていつぐらいの、一応ムービーが内蔵されてますね。ムービーが内蔵されてるけど、三脚に据えると画面が見えなくなってしまうのか。なんとかしてね、こいつで動画を撮って、動画をアップとかね、ちょっと一瞬考えたんですけど、バリアングルではないようですが、これぜひ使ってみたいと思います。この一眼レフの形状でね、EVF っていうのが面白いですね。とりあえず今日はこんな感じで、大切に使っていこうと思います。本当にね、高川さんありがとうございます。ちょっとね、贅沢すぎますよね。もう、ものがね、すごすぎて。これね、実はね、これをね、この F4 を送っていただけるっていうことを聞いて、これにふさわしいレンズが欲しいなと思ったんですね。例えば2870の F2.8 とかね。まあ、2.8 って実は僕いらないんですけど、F4 同士がないかなと思って昨日オークションで探してたんですけど、F4 同士って、AF ニッコールの、2870F4 同士っていうのないのかな？出品されてないんですね。で、まあ、F2.8 はちょっと高くて手が出ないぞと。で、トキナだったら、ま、なんとか買えるかなって。トキナの ATX Pro のね、中古だったら、ま、なんとか買えるかなぐらい。の値段になってましたけどね。これ大切に使っていくの。F4 やっぱすごいですね。重い。もう戦車に例えるならばキングティーガーですか。そんな感じです。では、開封動画はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。トップバッターは、ガメラさんですね。ガメラさんから2枚。おたきさんこんばんは。視聴者の作品に投稿します。今回は初めての2枚投稿です。1枚目、タイトル、森の奥で刺す光。ミノルタ XE プラス MC ロックオール 28mmF3.5。2枚目、窓際に刺す光。カメラを、同じくミノルタ XE プラス MC ロックオール、こっちは 50mm の F1.4 ですね。潮フィルムともにコダックカラープラス200。おたぎさんがお好みの光のある写真にしてみました。ミノルタ XE は俺のカメラに投稿中、紹介はまだですが、すみません。の修理したカメラです。確かこの間、ちょっと前投稿し、紹介しましたね。ちょっと、写真の紹介がすごく遅くなってるんで、ちょっとこういうタイミングが発生しますが、とりあえず写真ですね。これね、1枚目はね、ちょっと広角レンズのね、広がりを生かしたいい感じな写真になってますね。普通に撮ったらただの林なんですけど、まあ、光も十分に生きていて、レンズの広がりを利用したいい写真だと思います。で、2枚目なんですけど、2枚目は、これはほのぼのとしたいい写真。これかなり好きですけど、僕はどっちかというと、これはモノクロにするから、まあ、カラーでもね、結構カラフルなんでいいんですけども、なかなかいい感じに写っております。ミノルタのね、レンズはね、色がよく、とにかく色がよく出るんで、ね、こういうカラーの写真でもいいと思いますが、なかなかいい感じになってますね。はい、ガメラさんありがとうございます。次がね、ケイジローさんで、今日は2枚ですね。バラ写真2枚作品投稿お願いします。タイトル1枚目が雲の中へ、カメラニコン F、レンズニッコール SO と、55mmF1.2、フィルムがコダックポートラ160。2枚目が、タイトル夕日差しですね。カメラはニコン F、レンズニッコール SO と 55mmF1.2 は変わらず、フィルムもコダックポートラ160ですね。雪が降った何日か後に、何か撮りたいと思い、近所の青山高原に、夕方写真を撮りに行った時の写真です。1枚目は三角点からの夕日です。2枚目は木と木の間から差し込んできた夕日がアイスバーに反射しているのを、おっと思い撮りました。なんとか雪を乗り越えて頑張ってくださいということですね。写真なんですけど、青山高原ってね、確か三重
手県でね、天気がいいときは富士山まで見えるところなんですけども、私も何度か行ったことがありますね。で、写真はね、これね、あの雲がもやっとした中に、太陽が、いい感じになってますね。この広がり方のもやっとした広がり方が何とも言えない感じ、柔らかい感じでいいと思います。で、2枚目はね、そのアスファルトに反射してるというところでね、僕もこの手の写真結構よく撮るんですけど、ここまで綺麗に仕上げたことはないですね。これ、あの、手前にピントを合わせて奥をぼかしてもいいし、向こうにピントを合わせて手前をぼかしてもいい、どっちでもいいんですけど、今回は、縦構図でね、うまいことね、狙った通りの、効果が出ていると思いますね。ニコン F にね、ポートレ160、結構いい組み合わせ取られておりますね。ありがとうございます。はい、次は、時神さんからの投稿。1枚から。お仕事お疲れ様です。さて、寒い日が続いていますが、仕事が休みでしたので、ちょっと撮影しましたので、視聴者コーナーに投稿します。タイトルは寒さに負けず。カメラ、1957製のオリンパス 35K。フィルムはコダックゴールド200。姫路の駅前の通りにある銅像を撮影しました。今日は光が少し足りなかったかなって感じなんですけどね、写真なんですけど、光はまあまあともかくね、これ構図が非常にいいですね。見上げる構図でね、バランスがいいです。で、カメラがね、その、1957年製のね、オリンパスのね、35K ということで、まあ、レンジファインダーカメラになると思うんですけど、ちょっと 35K っていうのはね、ちょっと詳しくは、存じ上げてないんですけどね。まあ、いい色も出てますしね、表面のね、金属の感、ディテールがね、よく出てね、いい、レンズだと思いますね。構図も素晴らしいと思いますね。はい、トキカメさん、ありがとうございます。次がね、池さんですね。池さん今日は1枚みたいですね。おたきさんお疲れ様です。タイトルがね、春町戦隊コレンジャー、湖レンジャーでコレンジャーですね。シートに包まれた、白鳥ボート5隻が5人に見えて、5人といえば戦隊シリーズゴレンジャーしか思いつかず、このタイトルです。実際は初代ウルトラマン世代ですが、初代ウルトラマン世代か。僕よりちょっとだいぶ前ですね。カメラがね、アイレス 353S、フィルムアリスタエデュー400、自家現像 SPD 希釈1対1、20度7分、エプソンスキャナー GT9800F、できるだけゴミ跡を消したり、レタッチ若干トリミングしてます。よろしくお願いしますということですね。いや、これね、この写真なんですけど、非常に面白い、写真になってます。こういう写真大好きですね。そんなわけで、これちょっとタイトル画面いこうかな。タイトル画面変わったばっかなんですけども、ちょっと面白い写真、ということでね、タイトル画面いこうと思います。はい、池さん、ありがとうございます。今日はここまでかな。1,2,3 あ、もう一人か。長州薩摩さんの写真を紹介します。1枚ですね。中年オタキさん、こんにちは。いつも楽しませていただきありがとうございます。フィルム写真ハマり中でモノクロ写真楽しんでますが、これまた生まれて初めてのリバーサルに手を出しました。六本木にある国立新美術館で、佐藤柏さんかの個展をやっていましたが、作品の一つピカピカの車をリバーサルフィルムで撮影しました。タイトルピッカリホンダカメラニコン F3 AI ニコール 50mmF1.4 フィルムは富士フィルムのベルビア50、あ、ベルビア50で撮ったんですね。で、写真なんですけどもね、まあさすがベルビア50って感じのこのディテール、まあニコンのレンズの解像度の高さも手伝ってね、これ全部メッキしてあるんですね、このカメラ。この写真車ですね。この光が当たってる部分もいいんですけどね、この車道になってる部分のね、階調がね、ベルビア50だなーっていうね、写真になっております。いい感じで、面白いですね、これね。まあ、これ芸術家の、佐藤柏さんで僕知らないんですけど、これ車をね、全部メイクするって結構お金がかかりますよ。なかなかですね、もう。何百万単位でお金かかると思うけどな。はい、今日のね、作品投稿のコーナーは、こんな感じです。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、アリアさんからの初投稿になるかな。中年おたきさん、はじめまして。俺のカメラコーナーに投稿させていただきます。タイトルは光と影です。この写真に写っているものはすべて1年前までドイツに住んでいた頃に購入したものです。
フィルム以外はベルリンの骨董市で手に入れました。手紙と少女の写る写真には1942年のもので、切手には当時のドイツ総督であるヒトラーが描かれています。カメラは骨董市で雑に置かれていたライカ 3F とエルマ 50mm で、どちらも1940年代のものですが、外見仕様ともに良好でライカの堅牢さに驚いています。当時のドイツの技術力の高さとナチスという光の影を写真に表現してみました。私はまだ20代の若造ですが、このカメラでたくさん写真を撮りたいですってことですね。で、写真なんですけど、これがすごい。ね、これはね、またね、現在のタイトル画面とちょっとテイスト的には似た感じになりますか。タイトル画面にするしかないでしょうね、これね。これは、まあカメラ、ライカとエルマがね、その骨董市でて雑に置いてるってあたりもドイツらしいんですけどね、この野郎って感じですけど、このね、ヒトラーのね、切手がね、ヒトラーですね。ちょっとドイツ語なんでね、どう発音していいかわからない、読めないんですけどね、すごい貴重な写真、ありがとうございました。タイトルが、アリアさんね、ありがとうございますね。タイトル画面にさせていただこうと思います。はい。そろそろね、投稿がだいぶはけてきたので、待機者は今2名になってるんですけどね。今日は、俺のカメラのコーナーはここまで、ここからはやった!やっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったーやっちまったコーナー、今日はね、のりさんのやっちまったですね。おたっきーさん、こんばんは。やっちまったのコーナーに投稿します。昨年暮れに鳥取のハードオフで見つけたミノルタハイマチック7、シャッターセルフタイマー稼働、露出系は残念ながら不動という状態で入手。それでも覚える露出系と駆使すれば使えると、モルトを張り替え、ファインダーが汚れているので掃除してやると、軍艦部を開けてレンズクリーナーや無水アルコールで掃除して、よし綺麗になったと喜びながら元に戻したところまでは良かった。ファインダーを除くとレンジファインダー特有の黄色マークがなくなってしまいました。なんとここまで磨かなくても反省しても後の祭り、綺麗な文鎮一つ出来上がりというお粗末な結果です。方法ということなんですけど、のりさんね、これね、直す方法があります。なんていうんですか、車のね、窓に貼るフィルムってあるじゃないですか。あれのね、ミラーっていうタイプ買うんですよ。でね、めちゃくちゃちっちゃいサイズに切りまして。で、レンジファインダーのね、ミラーの部分にね、ミラーが、乗着してある、あった部分に貼るんですね。そうすると、これ、復活します。この他にもね、もう一つ方法がありまして、塗料のね、プラモデル用の塗料の、メッキ塗料っていうのがあります。それを薄く塗るという手もあるんですけども、まあ、どっちがいいかっていうのは僕実際はやったことないんですけどもね、この二つの方法で治る、まあ、完璧に治るわけではないんですけど、とりあえず使えるレベルになるということで、もうこれしか方法がないのかな。もし、カメラの修理屋さんとかに出すとね、まあ、似たような感じで直すとは思うんですけど、ミラーを乗着させるっていうのはものすごいお金がかかるので、その2つの方法が有効なんじゃないかな、と思いますので、まあ、お試しあれということで、軍鎮にはまださせないで、お試しあれということですね。まあ、今日の動画はこんな感じになります。大量のね、特にもう F4 もね、ちょっと、おしっこちびりそうって感じなんですけども、欲しかったんでね、で、もう反射式のね、このレンズもね、本当に欲しくて、リングボケって言ってね、面白いボケをするっていうんでね、もう早速試写に借り出したいと思うんですけど、とにかくね、試写待ちのカメラがたくさんあってどうしようかなって、もうちょっとね、嬉しい悲鳴状態になってるんですね。まあ、今日の動画はこんな感じで、バイクチャンネルの方もね、もうね、110人ぐらいね、チャンネル登録者行っちゃってるんですけど、カメラチャンネルを始めた時はね、100人に行くのに半年ぐらいかかったんですね。それがね、3日で100人超えちゃって、まあ、皆様のね、応援、本当にね、応援していただき、本当にありがとうございます。もう幸せいっぱいなんですね。これはもうね、頑張ってどんどん動画作っていくしかないかなと思ってますね。まあ、お金がないとかね、時間がないとかね、もうそういうことはね、もう仕方がないんで、もうできるだけ頑張っていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じになりました。まあ、バイクチャンネルの方もね、
伸びていってます。まあバイクチャンネルともども、これからもよろしくお願いします。コメント高評価の方どしどし、コメントの方はねもう結構追いついてるんでね、ちゃんと返していけてると思います。で高評価の方はねもうポチッと押すだけなんでね、ポチッとしてください。でチャンネル登録の方もね相変わらず好調に伸びていっておりますが、まだまだ伸ばしたいと思ってますんでね、どんどん伸ばしてフィルム写真を流行らすぞ、そんな感じですね。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。さようなら。